9回の裏タイガースの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わり、西さん、いやそうなんですけどもね、守ってる方なんかね本当に緊張するんですよね。確かにそうかもしれませんね。センターへ持っていった、大きいぞ、入ればサヨナラ、あと少し届かない、センターオーバーのヒット、サヨナラランナーが出塁します。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。まあ甘い球は見逃さないですよね。このランナーは絶対返したいですから、まずは得点圏に進めるべきでしょうね。なるほど、そうですか。しっかり捉えた、大きな打球だ、ライトの頭上を破っていった、ファーストランナー帰れるか、サヨナラか、バッターランナーは二塁到達、さあチャンスを広げていく。切りました、ファウルボール。西さん、ここはスクイズはありますか。そうですね、その可能性もありますね。なるほど、さあどう来るか。これは足元への変化球、すぐに追い込む、変化球打った、セカンド取った、一塁アウト、ランナー三塁二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには稲見が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ決めればサヨナラですからね、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですね。しっかり捉えた、綺麗にセンター前に抜けていった、ホームに送球、劇的な結末、サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ、タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、本当にね、何とも言えない、言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。帰り気をつけて帰ってくださいそうですね、勝ったタイガース、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のタイガースですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。